さあ、ちょっと、中断してしまいました。今状況どんな感じよ。上結構やばいタイミングでやめてるね。これ見落としがありそうだ。このタイミングが怖いっすね。動かしてんのは全員人目見てっか。上が全員動いてないのと、下でここで多分ジェネラル処理してた感じでしたっけ。じゃあこっちちょっと表出ていきましょうか。倒せねえか、ファリナなら。ちょっと待ってくれ。ちょっと前出ないとやばいなこれ。どうしましょうかね。ファリナでいっぱい一発つつくぐらいなら OK。 あーラガルトさんの餌がどうしよっかな。デニングさんが結構強いんですよね。こいつが長弓さんなのに重さ10だけど、体格的に速さがほとんど落ちてないんだな。セイラもギリギリ追撃出てないし、むしろこっちが重たいもの持ったら逆にされてしまう。なるほどっていう感じですか。デルク君はもっと遅いからな。でも長弓さん持たせてたら、というかもともと追撃は出ないのか。もともと追撃は大丈夫だから、あんまりこれ下がらない方がいいんじゃないかね。このまま範囲見ると、普通に砦取ってった方がいいんじゃない。砦っつうか柱、柱取って待機かな。しばらく体力は大丈夫だよね。エルク君は万が一ある、あでもリブローあるわ。じゃあ持ち物、社員の、ま、持ち替えないでほしい。違う違う違う、ちょっと待って、パージ一瞬選択すると怖いから、ちょっと持ち替えてないか不安になるね。でこれでまあ待機かな。これしかないよな今は。我慢ですね。オズインさんの応援到着までちょっとお待ちくださいっていうのと、こっちからも来るぞ。ねこいつもいるんだよな、厄介だね今回のマップ。あんまり範囲に入りたくないぞ。斧だけ釣るか。というかヘクトルがやばいんだよね今。キラー棒を持って待機ぐらいがちょうどいいかな。ここら辺には敵はいない。よし、あシーン外しちゃ、まあいいか、まあいいわ。とりあえず前の方が怖いから前行こう。いい回復量だね。ここはレイバンとリンちゃんの2人で抑えられるから、ここで少し前に出ていく感じでいきましょうか。でジャファールさんこっちいらっしゃい。ほい、向こうも取ったな。これ次のターンでちょっと下がって引きつけてやればいい感じで囲めますね。で総攻撃で倒すという。でデニングさん倒したら増援止まったと思うし終わりですね。ふぅ、なんかうさんくさいところで止まってた気がしたけど、そうでもなかったか。問題ないですね。やられる心配もない。経験値も入んないんだけど、この2人はちょっと次のマップでお休みかもしれませんね。やめろよそれ、当たらなくても怖いんだよ。あいつら経験値欲しいな。おいっす、ナイス必殺。こいつは逃げる気だな。ドラマス、よーしよしよし、じゃあ釣りますか。さあデッドラガルトさんの回復はしないといけないんだよね。これ結構やばい状況では。デニングさん一人で壊滅してんぜこれ。レイバンさん出番か。レイバンさんじゃないとちょっと安心して前に出せないね。ソドバス、いや勇者の斧だなここは。どっちかだったら多分これが一番確率的には素晴らしい。ナイス、経験値ちょっともったいなかったね。これだったらエリウッドで取りたかったが、ちょっとラガルドさん前に出すのが怖くて諦めました。ちょっと危ない気がした。レイバンさんここから一軍になっちゃうパターンでは、このチャンスをつかん幸運な悪かなんかな。で今回ちょっとレイバンさん特化してないからちょっと使いづらい感あるね。いっそなんか左側だけの人になってくれた方が思い切って使えたんだけど。ほいほい、よし。勇者もったいないし、まだルナとかの敵いるかもしれませんから、一旦ここは持ち替えた方がいいですよね。鉄の斧で十分か、剣だな、剣で十分よ。ヘクトル回復もいいけど、
目の前のレイバンさんの心配しよう。で、忘れる前に先にこっちやっとくぞ。ヘクトルさんかな。リンちゃんも結構大事なんだけどな。回復してえな。というかもうターン終わっちまうぞ。このターンでできることほとんどねえな。リンちゃんがきついな、レベル上げ。多分ヘクトルは多分前突っ込んでバーンバーンバーンみたいなところあるけど、ヘクトルは多分大丈夫。リンの弓の方が心配だね。よし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 、速さ足りてねえな、このリンちゃん。いい感じだと思ったんだけどね。技はいいんだけど速さだな。リンで速さの心配することになるとは思わなかった。で、おじさんたちちょっと前出るぐらいなら許されるよ。よいしょ。おい。来た。パントさん削ってくれてありがとう。あんまり見なかったみたいだけど。むしろ残してくれた方が助かったね。経験値しょっぺえな。さあ、いらっしゃいいらっしゃい。いらっしゃい。全員いらっしゃい。こうしてみると強いな。劣化は敵のステータスがそこまで高くなさそうかな、やってて思ったのが。なのでっていうか、これケンジ入りにくいのはハードモードの補正入ってたりするんですかね、この頃から。ヘクトルは経験値入りにくいみたいなね。ヘクトルハード、ヘクハーあるかもしれない。今更ですけど、もっとモリモリ上がった記憶もあるんですよね。長えよ長えよ、はよしろ。アニメーションちょっとオンにするとこれだよ。はよせはよせ。終わり。最終ターン。遠距離魔法まだ残ってんのか。で、何持ってんの。ルナだよ、ルナだよ。必殺はいくつだっけ。20か。で、技の分も多少なり増えるんだよね。半分だっけ、技の。27ぐらいあんのかな。というか書いてんじゃん、必殺。あ、書いてねえよ。あ、やっぱ技の半分だから27ですね。27、幸運27なら問題ないんだけど。あー、リンちゃんここで出すのちょっと怖いんだけど、経験値稼ぎたかったけど諦めます。ここにいる人たちをちょっと根絶やしにして今回終わりですかね。ルイズさん、ピンク、おい、これでもう大丈夫でしょ。一番怖いやつは潰しました。エリウッドさんとかは後ろから殴れるからな。どうしようか。オズインさんがいまいち動けないから先行くか。アクスバシティ、毒の槍とかもうマジで誰で取ってもいいもんな、こんな。おい、弱い。よし、ラガルドさんでドラマサー倒すぞ。倒せるかどうかは知らんがな。よし、行くぜ。おじさん頑張っちゃうぞ。の前に回復するぞ。待ってください。個別にしようぜ。個別な。選ばれし勇者だけがアニメーションを許される。マリナス、あ、マリナス見れない。あら、カナスさんオフでいいな。杖使いは基本的にオフでいいよ。もうここら辺すごい暴れたからな。まあ、こんなもんでいいんじゃないですかね。サンロード、よいしょ、とラガルトさん。おい、よし、行くぞ。かっこいいとこ見せてくれよ、せっかくなんだから。行くぜ。よし、決まったぜ、暗殺。おいや、こんな感じでなんか分身するんですよね、最初に。ちょっとこのモーションが出ると暗殺になって、まあ即死というわけです。確か必殺の半分が暗殺になるんでしたっけ。見せてくれてありがとうございます。これでもういつでもリストラできますね。はい、半分冗談です。オズインさん追撃できねえの本当つらいな、ここまで来ると。あ、もう終わりですし。あ、マキラー一撃必殺、プン、おしまい。こいつらがもう怖くねえな。
お、当ててきたか。よしよし、まあ、一応レイバン回復して、これでもう万が一もないな。必殺回避いくつよ。取りたかったなこいつ。でもルナは怖い。うわー、6。あー、あかんなあかんなあかんな。受けちゃダメ受けちゃダメ。もう潔く終わろう。取り逃しも特にない。ボディリングは別にいらないしね。終わり、解散。やっぱ来るよな。なんとなく来ると思って回復しといてよかったよ。もしかしたらがあったね。このメンバーでおじいさんが優先して狙われるようになったか。ファントさんありがとうございました。あ、お疲れ。ご無事ですか。お前ら大丈夫か。すごく頼りないメンバーが。そこのドラゴンナイトさえも倒せないんじゃないか。ほう、モルフども、みんな同じような特徴だったわね。エフィデル、ソーニアも、みんな作られたものだというの。神を冒涜する行為じゃよ。うん、竜のエーギル、奴はきっと理想郷を狙うに違いない。砂嵐を操り理想郷を隠した。まあでもバレてるだろうね。勝つことはできずとも差し違えることはできよう。わしの気に満ちた砂漠に誘い込めば、込めればと。ほう、ネルガル様でさえも部が悪いと。あのネルガル様が、ほう、自分のことなんかね、持ち上げちゃってるぐらいのあの方が。ほう、恨みモンドに全てを話す。あいつの力を何としてでも借りねばならん。無双プレイしようぜ。お前たちは本当にローランによく似て、この年まで来てこんなに驚かされるとはな。定められた運命を変えるのは結ばれた強い絆。行くがいい若い者たちよ。行ってきまーす。うん、どうしても使う気になれなかったのです。腕が勝手に動いたと言った。己の意志を持つ武器、自分に扱えるかどうか正直自信が持てなかった。わしに一度預けてもらうぞ。構わんな。持てんの、おじちゃん。お前たちの気持ちはわかる。じゃあこの武器なくしてはネルガルに傷をつけることさえできんのだぞ。言ったな言ったな。分かっておるな。自信がねえならつけるまでだ。実戦で物にするぜ。任せとけ、じいさん。さて、おずいん、今夜はゆっくりとお休みに。そんなことはどうでもいいんだ。他に俺に話すべきことがあるだろう。特に思い当たりませんが。いい加減にしろ。みんなして俺のこと露骨に下げやがって。何か隠し事してんだ、もう分かってんだ。落ち着かれよ。命令だ、何があったのか報告しろ。答えねえなら、今この場でてめえを叩き切る。お気の済むように。よく分かった。これが答え合わせになっちまったんだな。兄上はもういねえんだな。だけどお前がそこまでして口を割らないならそれは。あー、まあとりあえず準備しましょうか。はい、返事が来た。早いね。バドンへ行けばマルシマまで送ってくれるそうだ。便利なタクシーだね。おう、ありがとう。城下町で仕入れようぜ。宝物庫からいくらでも出せばいい。5本5本。いや、やっぱり金額は決めで。お前はちょっとさっきちょっと殺伐としてなかったっけ。大人な感じですね。はい、
おお、いろいろあるね。店も品揃えも申し分ありませんぞ。めっちゃ今回振り仮名打ってくるね。ほう、ウーゼル様ってそんなに強かったんだ。気になるね。昨夜のことですが、そのことならもういい。今さらどう騒いでも兄上生き返らねえ。ならばせめてエディウッドたちに気取られねえよう普通通りでいるだけだ。多分もう気づかれてたような気もするんだけど、俺は今お前が許せねえ。どうしてどうして俺にだけ隠してたんだ。俺はそんなに信用できねえのか。最後の命は自分の死を決してヘクトル様には告げぬこと。お手紙にはこうありました。己の感情に正直なやつだ。世界か兄かと問えば迷わずわしを選ぶだろう。普段憎まれ口を叩いていてもたった二人きりの兄弟なのだ。愛情を疑ったことはない。だがしかし友か兄かと問えばどうなると思う。どちらを選んでもどちらかを見捨てたと自分を責めるようになる。そんな決断をさせるわけにはいかん。ウーゼル様は心よりあなたを気遣っていました。あなたと父を亡くされたエリウッド様のことを。そのことだけはどうかお心に。さて今回の目的は本当に準備するだけです。バートルさんバートルさんてんてんてん、なんか意味ありげなこと今私言いましたけど、気のせいですよきっと。おー、あざっす。3万ゴールド、あざっす、あざっす。あれ？現れすらしないのか？これバートルいないと出てくることすらもないのか？マジかよ。そういうことする？いや、でもわからん。次のターンに来るかもしれんぞ。でもそんな記憶ないんだよな。まあいいや、買い物しましょうか。いろいろ売ってますよ、今回は。いいものが。キラー棒とか買っとけばいいんじゃないですかね。長弓さんも売ってるんだね。すごいいい街じゃん、ここ。ルナ怖くねえぞ、これで。弓はこれだけで十分でしょう。まあ、サクッと買い物済まして今回終わりです。特効薬まであるぜ。リブロー売ってねえ。微妙に使えねえ。かゆいところに手が届かねえ。まあ、特効薬を5つぐらい買っとけばいいんじゃないですかね。で、こっち。キラーアクス欲しいか。安っ！キラーアクスいいぞ。あと、テオの3本。そんなに使わんと思うけど。エキラークス、これ4本ぐらいあれば十分でしょう。買いすぎてももうね、資産評価とか気にしなくていいですから、なんかいくつか宝玉売ってますし、どうせ低いよ。さて、キラーランス買っとこうか。で、テヤリ、テヤリ、テヤリ。サンスクリーン虫とかあんま考えなくていいかな、と思ったけど、一応買っとこうか。剣士の成長がちょっと甘いですからね、今回。で、あとは、ここかな。まあでも特にないな。エルク君の本が少し欲しいぐらい。こんなもんでいいでしょう。杖も十分揃ってるし、もう終わりだな。早いもんだね。終了。ここだね。これ大事っすよね、キルソードは。アサシンにとって重要な装備。もしかしたらすごい使うかもしれませんから、もう買っとけ買っとけ。もう無駄遣いしても特に問題はないね。まあ、ランスバスターはいらない気がするけど、まあいいや。これで、ここ誰がいるの？こんにちは。おぉ。資産ってのは所持金以外に持ってる武器や道具も関係するんだよ。資産を増やしたけど宝箱はまめに調べた方がいいみたいだね。という風にヒントくれてるわけですね。持ってる武器は、購入金額で計算されます。なので確か装備を売ったら、評価は下がったはず。半分ぐらいね。シルバーカードを持ってたら半額で買って、
なんだろう、そうか、買えば買うだけなんか資産が増えるアイテム、売ったら変わらないのか。うん、買い物をすると資産評価を増やせるアイテムに化けるわけですね。じゃあちょっとどうする、闘技場行く、ちょっと試しにね。なんかおずいさんいっぱい装備持ってんな、怖いな。縁起でもねえこと言うんじゃねえよ。いやでも一回ぐらい、いやちょっと待って、怖いんだけど、なんかまあもうやめとこ無駄に命の危険ちょっとうっすら感じてるんだったらやめとけよな、素直に。そこまでしてやることじゃないでしょ。でもちょっとターン余ってんね。支援効果は確か発揮されたはずなので、じゃあラガルトさんでちょっと潜りましょうか、少しの間だけ。お願いします。620円、安いぜ、勝てるぜ。あー、やりだ。ヘク派だからな、すぐ戻る準備しとけよ。これいけんじゃないの、弱いぞ。いて、でもまだ耐える、まだ耐える、悠々耐える。おいしょ、追撃出るね。これはもう勝ったと見ていいな。勝ったな、さすがに OK です。これはもう戻る必要ない。さすがに残り3発外すとかありえねえぜ。おいしょーい、盗賊ゆえ経験値が多いぞ。あざーす。お、いいとこ伸びんね、ありがとう。お金が増えたよ。あと杖誰か今持ってなかったっけ。今は持ってないんだよね、確か。リブロしかねえぞ。まあいいや、別に。もったいない？いいじゃん。よし。むしろリブロに中途半端に倒るよりも、頼らない方が、なんかいいんじゃないの？むしろ安全ってやつね。あると思ったらなかったです、みたいなね。ドルエイド？ミール？火力高っけど、2発耐えるんだったら十分すぎる。いてー。追撃出るからね。よし、もう勝ったね。これはいきますよ。あー、ボス勝てんね。オッケー。お疲れ様でした。では次回、魔の島にもう一回向かうことになります。頑張りましょう。魔の島へ行くぞ。城にちょっと忘れ物。すぐに追いつくから先に出ててくれ。主人がいねえとやけにちっぽけに見えるな。レイガンスが座るんだよな、ここ。頼んでもいねえのにいつも俺のこと気にかけて、父親みたいに全部わかってるような顔して、俺をガキ扱いすんなって言っただろ、兄上。俺戻ってくるからな。ネルガルを倒してこの世界を脅かす元を絶ったら戻ってきてこの玉座に座る。兄上よりだいぶ頼りないだろうが、それでもみんなと一緒にオスティアとリキアが平和で差別のねえ住みやすい場所になるようやってみるから、見ててくれよ兄上。あ、こんにちは。ボスマークついてるね。お、流石ですね。今からこれに栄義を注ぎ込む。あら、あら早い。これは素晴らしい。全くもって素晴らしい。これで私はいつでも竜を呼び出すことができるのだ。すぐに儀式を始められますか。ほう、アトスに受けた傷から幾分かのエーグルが流れ出した。ポロポロ漏れてんな。ほう、呼び出す時には万全でなくては、逆にやられては何にもならんからな。ほう、黒い牙の者どものエーグルは使い尽くしました。うわお、さらっとすごいこと言うね。次はどっから調達いたしましょう。材料は向こうからやってくる。なるほど、エリウッドたちですね。奴らを倒してそのエーギルを奪って竜を呼び出すぞ。じゃあエーギル捧げに行くぞ。さあ、いよいよ魔の島に向かった最終決戦が始まります。バロール島行きます。残り2章ですかね。今回は外伝条件が整っておりません。いつぞやの、イカズチヨさんを、
あのマップか、あのマップでマフージルものを確か倒していて、かつ遺伝行ってないとダメなんでしたっけ。まあそんなわけで、またしてもここにやってきました。なんと俺を言えばいいか。そこそこ長い付き合いだったね。本当に俺たちの助けは必要ねえのか。まあ今更あなた来ても能力値足りねえよな。チッター役に僕らだけで進みます。なんかリメイクされたらファーガスさん使えそうだよね。でもなんか使えない方が、なんかあの海賊マップでのあの強さだけが印象に残るからね。この時期で来てもな、多分速さとか足んねえんだよな。後のことは何とかする、任せとけ。ニュースのことも。ネルガルの野望は何としてもぶっ潰す。俺たちが戻ってくるまでおとなしく待ってろな。どれだけ謝っても許してもらえないだろうが、これだけは聞いてくれ。今の僕らの力ではネルガルに遠くを呼ばない。それでも諦めることはできない。ニニアンの願いを叶えるためにも僕は絶対逃げたりはしない。だから君にも現実に立ち向かってほしい。今すぐでなくていいから、いつか悲しみを乗り越えてまた元気に。ニニアもきっとそれを望んでるだろうから。ニルスがねえ、その瞬間見てなかったのが本当幸いしたよなという。どうあれバッサリ言ってましたからね。理由はどうあれ。おいダーズちょっと待て。なんすかおかしら。なんか俺に言いたいことがあんじゃねえか。何を。ないならいい、さっさと行け。へーい。だからなんすか、さっきから知るんじゃねえぞ。なの当たり前じゃねえすか。お頭に助けてもらった命っすからね。勝手になくしまったらお頭にぶっ飛ばされちまう。張ってでも何してでも戻ってきますって。ベンチ温めます。おっと、うっかりしてたぞ。大事なもん渡すのすっかり忘れちまった。戦いがぐっと有利になるっつーいいもんなんだかな。すっかり忘れちまってたぜ。仕方ねえ、誰かおかげさせて。頼めるか。聞いて帰れよガキども。普通にいい人だよな、ほんと。あら、こんにちは。奴らが来るか。リムスライを行け。奴らの影響をこの私に捧げよ。よーい。お前はさらなる力を得た。完璧な強さと完璧な美。お前は私の最高傑作だ、リムステラ。この魔術の力にお前の肉体は耐えられない。明日を待たずにお前の全身も腐り果てるだろう。だが本望だろう、私のために死ねるのだから。なんかすごいことなってんぜ。ここまではすんなり来られたな。じいさんまだ来ねえ、どうする。うわっ、あぶねえ、私が危ねえ。すげえな、私回避能力すげえな。僕が戦って運命を変える。隠れてないで出ておいでよ。そこにいるんだろ。近っ。こんにちは、リムステラ。いつもネルガルと一緒にいたやつ。お前たちの英雄をもらう。あら、この状況でも下級職とは余裕っすね。突っ込むぞ突っ込むぞ。はい、最初決戦。はい、どうも、なんか呼んでくれてありがとう。お前このタイミングでこのタイミングで来んのびっくりなんですけど。動くようになったぞ、今更っすね。やったね。マリナスも最終決戦で備えて馬買ってきましたよ。やったね。まあ、結構硬いな。オズインより早いね。それは馬だからね。馬だからね。
さーて、ちょっとマップ違うかもしんないんだよね。あれがあるから、ライナスマップがだいぶ変わってたから、リムステラさんの強さはまあ変わってないんだよね。多分エリノーとかでもこんなもんだった気がする。妙に強いんすけど、まあどうにかなる。こっちのユニットもおそらく完走しますし、見てか。この状況でもなんか落とすんですね。リザイア落とす。キラ、なんか武器が危なくなってない？一回り。これ怖いな。だいたい、2種類持ってんの？殺意高えな。能力値はまあ波程度か。間違っても一人で無双すれば、みたいな動きしなければ大丈夫かな。というか、魔法使い増えて、こんなにいたっけ？サンダーストーン持ち。そんな記憶はねえな。エリノーとかは大量にやったと発言した通り。だけど、こんなに遠距離魔法いた記憶はないので、これ、上。こいつか？違うよね。これで、こいつか。こいつがバスアーク持ってんのか。ってことは、レスト持ちは一人ずつつけていく必要があるか。それ以外は波かな。波ですね。普通っすね。評価プレイでもないわけですから、まあ、ただな、ラガルトさんを育成して最後に間に合わせたかったという私の願望は、ちょっと、しまっといた方がいいかもしれないね。しまっとこうじさん、しようか。で、ここにちょっと、いい杖があるんで、それは回収しなきゃいけないのと、ここにいるんだよな、意味ありげな山賊が。こいつが多分潰すんだろうね。じゃあどうしましょうか。まあ準備してきます。さてさて、モリッと進めていくぜ。これ地の刻印じゃねえか。使う人いねえぞ。ほう、戦いがすっごく有利になるって言ってたけど、多分資産評価のことを考えて。ほう、ついをなす一品。まあ出所はどこでもいいか。要は使えさえすればな。使えないからな、問題だぜ、大問題だぜ。じゃあいらない。さて、ここでなんか喋ってくれる人は多分カーラさんかな、対応してるユニットは。じゃあ早速行くか。ラガルトさん突っ込むかね。早めに行こう。 1,2,3,4,5 3マスでか。でも支援つけながらじゃないとちょっとラガルトさんは怖いから、ゆっくり行きましょうと思ったけど、遠隔魔法もあるから気をつけないとね。アーチもあるし、これが怖いけど、意外と範囲はそうでもないな。こいつは遠距離魔法ないけど、こいつだな。あいつ釣ったらやばいかも。突撃型かもしれないので気をつけて。じゃあちょっと、アサシンこっちに持って。いきなり来たぞ。弓だらけだな。これリンちゃん上の方がいいかな。ヘクトル君前に出て欲しかったんだけどな。あ、ブーツとか使いました。いろいろとね、アイテムも技補強でも、なんか知らぬ間に技すごい上がってんですよね、ヘクトルさん。うん、一時足りない言ってたけど、まあヘクトルさんそんなに技不足する人じゃないし違和感はないんですけど。オズインちゃんこっち。ルイーズパントがちょっと支援入れとかないとぽっくりやられちゃいそうなんで、そこだけ気をつけましょう、ちゃんとね。ダッシュで向かうよ。ここの、まあ、ちょくちょく砦は塞ぎながら進んだ方がいいですかね。カノスさん怖いし、あんまりキゲジ稼ぐつもりもないから、ほどほどの距離で。早いね、あいつ行くの。こんにちは。行ってやめろよ。一式食らわね。人選を見誤ったというのか。でもそうでもないな、ダメージ受けないんだもん。ただ怖いからさっさと潰してしまいたいね。こいつらはなんでそっち行ってんだ。なんで真下に来ないんだ。なんで上行く。動きがよくわからねえ。妙なところに行っている。でも結構動いてんな、これ。結構動いてるから、これは慎重に行くか。サクサク行くことばっか考えて、逆にやられたりしたらもう最悪ですからね。あっちもあっちで大変なことになってきたね。まあここまで来て別に大事なもんなんか。ここソフィアじゃなかったっけ。いや気のせいだよ。そんな美女いないよ。大丈夫。生存が確定してるからね、どんな未来で。はい、ランスバシュ。でもどっちにしろ火力は知れてやがるぜ。これだって暗殺になった方がまだマシでしょ。
暗殺ぜ、暗殺ぜ、ウィエイ、ウィエイ、ワイワイ、ウィエイ。鎧の隙間をツーンとね、狙ってしまうから。オッケーオッケー、いい経験値。回避上げていこう。素晴らしい、幸運ありがとう。意外と速さが足りないとか起こりそうだね。じゃあこっち稼いでいかないとね。砦塞ぎつついくぞ。すっげえ必殺出るね。上からも来るからな。これ結構範囲広いね。長弓さん、おい、ヘクトル君、必殺の準備は整った。やってくれ。ダメでした、当てただけまし。よし、ナイス回避。んんんんライトニングか、よかった。平和だ、ずいぶん平和な感じでしたね。上から来るんだよな。もう弓、もうファリナさん、がっつり逃げようぜ。右行こうぜ。こっちはどうすっかな。セーラー威力で塞いどくのが一番安全か。これな、ジャファルさんに何人か来るんだよな。一人は結構な数来る。これ来るな。だったらこれちょっと一応ですけど、ニニスの守護を与えておきましょう。ニルスはそう簡単にやられない。で、セーラよりここはエルクだな。森取られたくねえな。森取ったエルクなら多分狙われないでしょうと思ったけど、お前エルクじゃねえよ。あっぶねえ、あっぶねえ。そっくりさんやめて、そっくりさんやめてくれよ。サンダーで待機かな。一応これ速さ19ある。うん、大丈夫大丈夫。で、支援はギリギリ入れとくぐらいかな。レストもいるからね、今回。あ、いい感じの位置に。あー、強すぎる、強すぎる。罪だねー。どうしよっかなー。エリウッドさん、ここであまりゆっくりしすぎてもダメなんだよね、多分。取れる宝箱さえ失ってしまうっていうのはちょっとあれだから、程よく急ぐか。キラー棒でも倒しきれないか。お、ノーダメージ。じゃあレイバンで取る。ソドバス経験値欲しいな。こいつ何持ってんの。こう必殺出しちゃうソードで、こっちは、まあ、必殺出されても痛くない感じなんで、じゃあキラーランス持って突撃かな。さあ、あんまりチンタラしててももったい、ああもう無理だな、右間に合わねえな、あんなの。もうやめてくれよ。お、やるじゃん。いてえよ、やめろよ。ヒヒー、おりゃお返し。おお、経験値ありがとう。上級はくれるね。しっかり稼ごうぜ。ドラマスいっぱい来てるよ、いっぱい来てる。あれヘクトルの餌だぜ、あれ全部しっかり回収しようぜ。でもそんなことしてるうちに、もう全速力でこれ取りに行かないと両方間に合わないね。これレナードさんだけは回収する。間違えました、リザーブ。ラカルトさんは波じゃない回避性能をお持ちですから安心感があるよ。おい、これいい感じに詰まったか。詰まってないな、全然。まあいいや、程よく美味しくいただくよ。むしろ閉じ込められてるんだが。さて、じゃあ料理していきますかね。いくぜ、おりゃ。失敗、お料理失敗、早くも失敗。どうしよっか、早くも終わっちまったよ、サービスタイムが。パントさんで倒せるね。でもパントさんあんまり前出したくないんだよな。パントさんでまあフォローができるからちょっとやっとくか。ファイヤーで十分だ。ありがとう。これが魔導群章。命中いくつよ。100。すげえなお前。ちょっと待って、しかも
硬いんだよな、それに。そこそこ硬いんだよね、ニルス君。まあ当たらんだろうし、そもそもなんか多少当たったぐらいでは問題にならんというところが素晴らしいね。今度こそ仕留めるぜ、オリア。もう一丁よし、回す。ほい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 、ありがとう。モリッと増えていい成長しちゃう。力は伸びてんだけどね、速さ伸びてないんだよね。速さが伸びないんだよね。なんでだろう。盗賊さんとしてはちょっとうんってなるところですね。じゃあ暗殺のプロ見せてやってください。本業のあれ、本業の技。まあいいや、まあいいや。こういう時もある。お腹が痛い時ぐらいはある。こいつ剣も持ってんだよね。どうしよっか。待ってね、結構近い位置にやっべえ数いるんだよ、俺。この数はやべえ。これから潰されるんやなみたいな感じがね、辛いっすね。辛いっすね。次のターンにはバーンバーン、テレレレレレ。おお、なかなかの命中じゃん。しかしこっちも抜群の必殺、おっしゃい。ここでヘクトルのレベルをがっつり上げていきたいところと思ったけど、もうあまり増えないね。元からいた上級ぐらいか、なんか結構差がありそうですね。エリュート君もそこそこレベル上がってたはずなんだけど、結構もらえたんだかな。やっぱニルス狙うよね。結構山賊山盛りですな。魔法使いはさすがに分が悪いよな。ライトニング11。そうでもねえわ、そうでもねえわ。ほとんど問題にならねえ。キラーランス、うん、一人でいいね。一人でいいね、これは問題ないね。よし、ただリンちゃんがちょっと怖いんだよな。じゃあ取り入れ取るっていうのもありだけど、こいつの範囲には入っておきたいね。ってことはここかな。リンちゃん普通の義人弓に持ち替えておこう。ここで、キラーアクス待機で、エリュート君下げとこうか。がっつり下げる必要まではないよな。オズインがちょっとあれだから下げとくか。エリュート君ここら辺でなんかあばよくば取る感じのやつで、でカナスさんは大丈夫か。カナスさんも怖いよな、少しビビりすぎるような気もするんだけど。オスキラとか、まあいいや。でこっちよね、メインはこっちよ。キルサーズ、美しくかっこよくしなやかに決めていくよ。バンバン必殺出しますからね。速さがなんでだろうね。それ以外はいいラガルトですよ、これ。致命傷ですけどね、そこが。ちょっと急ぎ目でいくか。でもあそこに森あるからな、あんまり前に出る必要はないね。あんま変わらん。おいっす。一応こっちからも来るんだよね。やり来るか次。まあ一人ぐらい問題にはならんか。アーマーと含めてね、両方当たるってことはないし。でサポートにつけるメンバーを考えた方がいい。そろそろここ怖えよな。自己ポイントだよねここ多分。レイバン君連れていくか。でこっちよ、ちょっとうさんくさいのはこっちよ。で、あ、そうだそうだそうだ。まあパントの範囲にいるよな。ニルスもいるし大丈夫。バッサーク気をつけろよ、あるからな。あとパージこれぐらいかな。で今ちょっとうさんくさいのがカナスなんで、カナス回収しときます。一応ね、うん、大丈夫だと思うけど。ミスター撤退さんはまあこの辺りで
どうぞ。レイバン狙ってくるか。アクスバスター持ってたっけ。まあいずれにせよ問題ないね。レナードさんあれ間に合う間に合うというか本体は杖なんだけど、これ結構ギリギリか。間に合ってないかもね。なくてもいいやの精神が丸わかりですな。この上にいるキャラはね、支援会話がすごい充実してる感じなんで、まあぜひともね、確認してみてください。逆に支援会話見なかった場合は本当に杖が本体ぐらいの存在感しか放たないんでね。うー、結構いい火力出るじゃん。ヘクトルは狙われませんね。まあ3スクリーンもありますから当然ですけど。こんにちは。一撃必殺。キラークスって結構消費回数持つんですよね、必殺出してくれるから。と思ったら出さなくて、なんか痛い目見た気がするんだよな、封印かなんかで。これがね、本来のキラークスのお仕事よ。ふう、やるじゃない。後で美味しくいただくよ。なんでアクスバスターなのにヘクトリーいかない。うぇーい。この調子だと多分全員レベル最大とかは無理だな。スペックが足りてるといいんだけど。下から来てるよ、なんかいろいろ。やめろよ、リンちゃんいじめんのさ。おお、まあ、下から来るか。すっげえ山賊おかわり来るんだけど。こんなにいらないよね。